お疲れ様です。今日はですね、こちら進化ゴブリンの檻やっていきます。さあ、少し前にね登場した進化檻を久々にやっていくんですが、まあ今の環境というか全然この檻自体がねそんな特別強いわけではないので、はい、使われてないですね。ぶっちゃけ使われてないんですが、特別弱くはないかな。うん、単体系にはね、はい、ペッカやゴーレム、ジャイには檻に閉じ込めて一方的に攻撃できますんで、性能としては悪くないですね。はい、まあでもマスケとか遠距離だったり、あとはギャングとかね、深淵隊とか、なんか複数ユニットが来ると、まあ正直そんなね、進化としての活躍をするわけではないので、まあそれなら他の進化を使おうっていう感じかな。まあ相手が、なんだろうね、大型とかだったりすれば、まあ場面によっては大活躍もできるというわけで、ちょっと今日はロイホグでやっていきます。はい。まず唯一ね、はい、いい点が、2回に1回進化でさえ4コスユニットだと何がいるかもう覚えてないんですけど、基本的に3回に1回ぐらいの進化ペースな気がしてます。他だとけど、こいつはね2回に1回進化できるんで、まあそこに関してはいい部分ではあるっすね。そこだけ。さあ、ラバが来ましたね。ラバは圧着入れて溶かしてデリバリーで回収したいな。てかそれするだけか。はい、あんま俺活躍しなさそうだな、相手がラバとかだと。え、これルート強制みたいなの入ってんだよ。なんかよくわかんねえ。結構デカめのカウンターです痛いんですけど。右もあります、左もあります。あ、着消える。え、いやー、え、待って、竹川とさ、右のロイグに行ってる。そんなことあるそんなことある。豚のケツがでかかったか。ナイスすぎる。さあ、一見終わったように見えましたがだいぶダメージリードは取りました。はい、まあでもここでまた攻めなきゃいけねえのな、ちょっと嫌だな。はい、え、守れますかねまあボイド、いや墓石なんで、これボイドじゃないことは祈りたいけど、ボイドだってするか。何でもいいか、ここさえ溶かすことができればね。え、ちょ待って、全然さ、まさか釣れないっていう、下手すぎん。でもファイブザップなんで、もう圧着が強すぎてさ、しかもザップ使ったからさ、終わったっていう。これドリームねえかな。いけ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 そうヘッポコ防衛でも勝てます、ロイホグデッキで。まあ、あの大砲でよく使われてるんで、まあ、正直進化がスケアイスピとかね、なんなら進化なくてもだいぶ強いデッキではありますね、これは。はい、わざわざ檻を進化させて使う必要もないっていう感じはあるんですけど、まあ檻型もいけますよと。いや、本軍はね、これもう一個上の檻でタイミングよく出せばね完封できるんですけど、檻だけでね。まあまあ一旦の対価、バルキリートルネホグ、え、ホグハルチだ。最近なんかさ、いやでもスケが来た、ホグハルチっぽいデッキはものすごい増えてんですけど、バルキリー取るで、いやマジ早すぎる回転、食えなんかおもろい。相手すっげえトルネなんだよな。テンプレだとねゴブリンなんですけど、スケなんでちょっと回転早いの嫌だな。これ攻めとこうかな、守りにコストいっぱい使ってあんま攻めないでーっていうアピール。ここでもうね、いや美味しい、これ痛い。もう一発入っちゃうのはよくないな。3328か、相手の呪文が分かんないな。クエイクもあるし、ロケもライトニングも一応あるって感じではあるっすね。
バルキリーマ咲いたか。いや、オリコレ、ホグ来るまで待ってもいいな。あ、着衣からいきます。ホグファルチだけど、スケなんすね。なるほど。これ、進化バルキリーみたいな感じ？もしかして。進化バルキリーなんかまずいな。おぉ。え、待って、俺のさ、これ正面でよかったっすね。トルネとかも最悪。まあ明らかに右しか狙ってないんですけど。なんか流れが悪い。いや、これロケ削りあるんすよね、相手。まあ俺はクヘイクと他で頑張る。まあこれもクエンの熱いの。いや、マジおもろいだけ。で、できるだけ低コストで回したいな。降りだけで毎回守りたい。ホグ、あ、着衣やばい。その回転で、マッスルがさ頑張ってる。こうバルキリー下げたい。お、めっちゃいる。ホグ、ちょっと邪魔。いや、これ右サイにユニット出してくれるのは美味しいな。俺してクエイクでも削れるし、こっから相手ロケ削り。ああ、そうね。でもアイスピ飛ぶとこれ、やばい。ごめんなさい、ごめんなさい、うん、ごめんなさい。いやー、ロケ削りだる。やる、マニュアンでブレイク。やぶねー。怖すぎるな。まあクエイクと高回転で最終は削れるんで、そうね。まあでもロケ削りになってくるとちょっと怖いか。森もちょっと良かったっすね。檻のおかげでホグの防衛は楽ではあった。ダガーガール、なんかロイジャイ、なんかいいの来ねえかな。ゴブリンのりがね、活躍できるような。すげえ。じゃあエリゴレだけはマジでだるいな。結構濃くね、エリゴレの可能性。オリオ行こうかな。なんか先に置いても意外となんとかなるイメージある。エリゴレっすね、さすがに。さすがにエリゴレじゃない。スケキン、はい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 。で、圧着衣はこれ高めに出すとボイドでバチコンいかれちゃうんでね。まあ、低めに出そうかな。マジでクララーグうますぎる。本当にクララーグうますぎるんだ、この相手。いや、頑張れるかな。俺も逆いっとかないと勝てないよな。
やばい、嘘って言ってほしい、ぶっ飛びすぎじゃね。ウィザードだから守れ守れるかなっていう話だよな。いやこれ攻めたいっすね。でもキモすぎる。マジでキモすぎる。何これほんまにまだ生きてた君、忘れてたな。痛いんだな。ほんとに何これまあそのね、エリゴレみたいな感じのデッキだと進化の量も輝けないし、エリゴレだしなんかつまんないしよし、嫌い嫌いは嫌いどころじゃない、もう生理的に無理。やばい、エリゴレに勝てないっすまあ大砲の方が、まあ大砲の方が未来はあったかもしんないっすね。大砲だとね、進化アイスピにもなるんで、エリゴレはマジで滅びろ。やっぱ名前の勢いがすごいな。まあ、トリマロイフグ雑に飛ばしちゃってもいいな。え、あ、ペッカラムっすね。LSP 言うのは。俺、相手のペッカにちょっと強いかもね。あー、ウィザードいいのか。で、ボイドもあります。ウィズ咲いてほしいな。ゴーストウィズ咲いたら、ロイホグの刺さりがいいんですけど、まあ遅れてこれボイドもあるわ。まあケアはして。ちょっと甘えたか、これ。ウィザードを仕留めれ、仕留めれない。ザップだもんな。まあまあ、これ進化助けとかいらないです、まあ、ザップ使ってくれたんで許すか。さあゴーストウィザードか。ウィザードちょっとだるいね。しかも次進化ウィザードなんで、なんかロイフグプラスウッドとかしてね、ウィザードのシールドハイで豚がぶっ飛んじまう未来も見えるんで、まあ檻は強いな。圧着もなんかヘボいもんな。これいやい、これ消えなくてもいいな。よし、怖っ、これ守れんのかな檻かな、檻で頑張るか。これ美味しいね。やばい、なんか目覚めてからのさ強くない、攻撃。いや檻が強い。ウィザードがマジでまずいんですけど、行かなくてもまずい気がした。どっちにしろねどっちにしろまずかったんじゃないかなっていう。これさ、
熱くね。檻がやばいよこれ。やばいよね檻。頑張りすぎてない？これこれこれ、もうこれだけ優秀。これ以外の部分大したことないけど、今のだけ優秀だな。すごい呪文削りある。インチキクエイク削りして逃げ切れそうだな。え、でかっ。さあ今みたいな場面ではね、さあ檻が活躍してくれますよと。また檻がなんか食べた間に竹がその何変わるんですよね。まあ今の場面は変わってなかったかもしれないですけど、まあ例えばナイトプラスのスケラとかが来て、まあ、ジャイプラスでもで、ジャイとかを食べるとプリンセスタワー食べてるユニットにはタゲいかないんで、スケラ防衛とかもしてくれるみたいな。意外とターゲットを変えるっていう部分とかでも良かったりする。これ間に合わねえな俺の反応速度。うーんですよね。いて今のはちょっと遅かったな。さあコカちゃん、プリンセスバレル、ナイト、めっちゃ普通のコカちゃん。まあ、ロケットだよな。え、吹きよ。あープリン、アウプリね。いやアウプリか、陸がねちょっとがまずいんですよね私。檻で、え、これ檻熱い。しかもプリン作ったらさね、え、これめっちゃいい。こういうの、こういうの俺ら求めてた。プリンスの受けが優秀になってんな。え、ダクプリモルズプリプリ。まナイトもいんの？ナイトプリプリ。バレルはなんか、まあ、飾りみたいなもんか。いやーまあダークプリン最低のロイフグ強いな。あとロケット多分ないんでこれ。ゆっくりいけば勝てそう。いや多分ないよな。あんのかなこれ。なさそうだけど。あったらもう GG だな。ダークプリだるいな。マジ大変なので精一杯なのやばいな。なんかユニットがものすげえ多いんですね今回の相手。ナイトダクプリプリンス、うん、やばい。そのプリンセスの偉すぎるやついる。なんか一緒に持っとけばでも耐えれそうなんで、なんかチャンス伺って攻めたかったり。ダークプリサイトくんねえかな。高め吹きはちょっと熱いか。終わったくせ。ギャングとかがいねえから俺のクエイクが刺さんねえな嘘みたいに。いやでも勝てるんじゃね。
耐えたの。おい、おむね。ナイトプリプリか。なんか厄介だったね。まあでも呪文が雪玉しかなかったんで、イモリプラン。いや、オリナはちょっと助かったな。これ大砲だったらさ、相手のプリンス系の受けちょっとしんどかったんで、今回に限ったいいオリでしたか。ブラスター、ブラスターロイフグに弱いかな。結構初手芸のこのロイフグで1000ぐらい削れます。頼む。お、でかっ。このダメージいいよ。いやー、でかい。相手ロイフグに対してのボムが強すぎるんで。まあまあ、まさかのね、バルーンね。延命ね。うわ、あっつー、この攻め今の。ふふ、つけまでちゃんと。いや、これ右残り、あっつすぎるこれ。さあ、ディガーまで咲かせて、いや、いいんじゃないこれ。単純にディガーバルーン苦しんで、俺ボムもあるしね。こんぐらいのダメージがなきゃこの後生きていけない。いや、まあこれに関しては大砲でいいな。どうせバルーン一発しか受けれないしな、俺。いや、手札回しでいいな。圧着いたアイスピアレバー、最悪タワーが折られることはないと思うんで許容もできる。深海スピア欲しすぎるな。圧着に冴えたら終わるんで。ファルチやば、ファルチバルーンのブラスター。耐えれんのかって話ね。これ熱い。プリンセスタワーバルーンいってる。ザップ間に合わんくね。熱い。え、この檻さ、天才っていうか優秀すぎん今の。まあ、圧着を延命したいだけね、これ。いや、マジ、圧着延命、熱すぎる、これ。いや、でも、圧着が残ったことによって。うわ、変なとこに降りきた。逆？うわ、やば。バルーン強すぎ。これ、アチクイ残ってるのを相手が殺さなかったらうまいな。早く死んどしいな、アチクイ。え、一発入んのやばい、それ。てか、ボムタワーなのグロいな、これ。なんだ、絶対勝てないように見えるが、もしかしたら勝てる。ふふふ、鬼頑張ってんだけど、なんだこれ。やばい。
やばすぎる。ま？ま？わ、終わったかと思ったけどな。終わったかと思ったけどさ、耐え。マジで耐えてか。いや、バルキリーファルチェンボムやばいな、これ。なんか圧着1枚しかないんでね。まあ、バルーンは結構きつい方だとは思いますが。思いますが、なんか耐えれましたね。ショテロフグいっちゃいてえな。ショテロフグでさ、もう1000ぐらいダメージ稼いで逃げ切りたいもんな。おい、ちょっと待ってよかった。スパーキーか。なんかいっぱいイチコスあるし。なんとかなんねえか。これ耐え方がよかったか。え、いやーさ、カードのタイミングが悪すぎるわ。え、何これ。え、あ、ちょっといなくなったんやけど。アンラッキーすぎ。めっちゃいい防衛だったんだけどな。ゴミ防衛でしたわ。終わり。まだあるかな。え、今のやばくね。檻とあ、チェック入んのか。いや、これケツスパが。めっちゃ待ってくるやん。まあ全然勝てるマッチではあるが、終わっちったな、これは。まあミニペか。ガゴムレー。いや、まあいいか。問題は2400なんだよな。これコウモリも今いるんでね。ロイフグスケからのコウモリ仕留めれねえか。え、熱い。痛すぎる。マジ痛すぎる。本命はどう考えても左だけど。いやーマジ優秀。やばい、でも削れねえわ。いやーこれやべ。いいか、ゴムリあるし。奇跡。事故ったー。もう少しスパーキーの範囲分かりやすくしてください。ここの檻とその下にいるアチェクイだかんな。事故すぎるか。ぽい、行ってこい。トルネだけ勘弁してください。マジペッカかロイか。おー、イカチーな。分かんないな。いやー優秀。右も左も体で受ける。プリンスイザード、まあゴブジェイ、ゴーレム、チンパンやないか。ゴリラデッキじゃねえか。やば、エリゴレプリンスイザードか。なんか多いのだるいな、エリゴレ守れないしな。リゴレがちょっと多いのマジ地獄だかも。食ってやれよ、餌の時間だ。よし、ん、うん、あっちくい、なんか飛びすぎじゃね。いや、これでも
結構絶望じゃね。進化月人に行こう。いや斜めがある。まあ右ランチ系がちょろっと入る。え、エリゴリにプリンスがいんのか怖すぎる。エリゴリダクネウィザードプリンスか。これがゴーレムだったら弱えんだろうな。いやマジ怖えな。一旦檻置いて檻置いて守れるかな俺。わし脳筋動作直位ボイドで行かれるんで攻めで使っちゃう。いやー美味しい。でも左の方がめっちゃいってる。さすがにね怖いねウィザード。いや檻使っちゃってもいいな。これどうせ捕まえれるし。さすがにそのエリゴルは舐めてない。いやいい。左のマッスリですらうざい相手。おい諦めてゆく。エリゴルエリゴル定期的にエリゴルが組んだ。相手のエリゴルデッキちょっと強そうだなウィザードプリンスダクネか。さあというわけでね、折り型のロイホグをやったんですが、まあ大砲でもいいですね。はい、正直進化なくてもスケアイスピ進化の、大砲型とかは結構流行ってますんで、はい、その方でも十分かなと思います。まあ折りでもねなんかちょいちょいいい感じに、はいなるんで、ぜひねちょっと皆さん折り型もやってみてください。よければチャンネル登録も押したまでに。